皆さん、こんにちは。戦国無双真田丸の29回目の放送となります。前回の放送では羽柴秀吉と石田三成を操作して天下分け目の戦いである山崎の戦いを勝利できたところで話は終わっています。今回はメインクエストを実況していきたいと思います。徳川軍シナリオデイガ声をプレイします。それでは今回もゆっくりお楽しみください。第29夜開幕です。それでは本編スタートです。まだ安土を徘徊しているのですね。今回の目的は何なのでしょうか？どうやら安土の特産物を買いに来たみたいだね。残念ながらこのゲーム特産物は取り扱っていないよ。特産物を集めようとする気持ちはいいのですが、そろそろ本編を始めましょうか。ごめんごめん。ではぼちぼちと開始していきますか。それじゃあ今日も張り切って頑張ろう。では続きからやっていきたいと思います。前回は山崎の戦いやりまして羽柴軍の勝利で終わってます。今回もサブクエスト、ま、いやメインクエストって言った方がいいかな。やっていこうかなと思います。今回はこの伊賀越えをやりたいと思います。難易度5です。やっていきましょう。お、サスケでいこうかな。はいはい、やりゃいいんだろ。あれ、この2人使えないんだ。じゃあ、ハットイ半蔵でいきます。市場を交えるなよ。家康様、しばしお休みになられますか？いや、さような猶予はない。一刻も早く城へ戻り、信長公の仇討ちを。お前か。しょう、こんなとこにいたんだ。探しちゃったよ。半蔵、何者か。我が弟子サスケ、安土の様子を探らせていた。おお、安土はいかが相なった？申せ。もうしっちゃかめっちゃか。完全に明智の兵に抑えられちゃったよ。やはり。ああ、そうそう、信長の命を見かけたよ。チャチャだっけ？明智の人質になるのはまずそうだから助けておいた。おお、チャチャ殿はご無事か。よくやってくれたサスケ。そりゃどうも。切り捨ててよろしいですか、家康様。ふふ、直政殿はしばしご休息を。サスケ、来い。なんだあの無礼な物言いは。俺、別にあのおっさんの家来じゃねえし、師匠に頼まれたから働いただけだ。我が命は殿の命も同じ。さように心得。俺は師匠の言葉しか聞かないよ。それでは忍びの任は務まらぬ。はいはい。師匠、俺の前ではよく喋るよね。そういえば、なんでか知らないけど、チャチャと一緒に真田の息子がいたよ。真田。真田正幸の子か。みたいだね。取り入りやすそうなやつだったから、これを機に俺が真田に潜り込むってのはどうかな。家康様も信濃を狙ってるんでしょ。だったら。市場を交えるなよ。何それ、分かってるって。俺は師匠の役に立ちたいだけだよ。よかろう。半蔵、そろそろ出立するぞ。承知。
この先落ち武者狩りが待ち受けてるよ。無論のこと、お前の任務は生き延びてからだ。やっぱ付き合わなきゃダメか。まあ仕事ならしょうがないね。徳川だったのね。マジか、サスケ。これはやばいんじゃねえか。とりあえず頑張ればいいってことね。始める前に身支度します。こんなもんでいいかな。とりあえずもう一回確認。次の一手はまあ全部出せるけど、出したくないな。この戦いでは使いたくないな。今回我慢するか。よし、じゃあ全部しよう。少な、この体力少ねえし、みんな。頑張んなきゃな。行こう。味方武将の体力が半分以下みたい。カイ君、とりあえず頑張れ。マジできつそうだ、頑張らなきゃ。殿を無事落ち延びさせることが我らの任務。障害は全て排除せよ。家康様がやられちゃったらお仕事失敗ってことだね。了解。徳川家康がやられないように注意しよう。落ち武者狩り、落ち武者狩りを全て撃破せよね。オッケー。うわー、きついな。落ち武者ってマップに書いてないよ。全員立てる自信がないよ。忍びに渡りをつけて敵兵を排除し、そこへ忍びを誘導する。さすが師匠。ほんじゃ家康様が来る前にパパッと片付けますか。信長を撃破せよね。オッケー、わかった。いや、いいや、これは使わない。信氏が一箇所に集まってる。人口密度が高いから戦うときは注意しないと。強そう。うわ、強いな。ちょっと今戦うのやめよう。かようなところにも兵を。まともにぶつかるのは避けるべきであろうな。明智の兵など恐れるに足らず、俺が先行し道を開いてみせます。信氏、そうして騒いで敵を引き寄せ、殿の恩義を危険にさらすのだ。心構えを言ったまでですよ。家康様をお守りすべく最善を尽くします。行こう。急げ。待ってくれ、待ってくれ。オッケー。信氏が持つものではない。まずは一つ目。次は落ち武者狩りね。半蔵殿の手配により参上いたした。家康殿をお守りいたす。それはありがたい。半蔵、よくやってくれた。開門。落ち武者を狩りに来たんだけど、いや、サイトと真実じゃないんだよな。当たり前じゃん。誰の弟子だと思ってんのさ。ならばよい。いた。甲賀者の匂いがするな。翔、甲賀にも声かけたの。うわ、もう死にそうじゃん。東の砦を押さえる。今度は何、どこ。分かりました、信氏ですね。救援、分かってるって。されよ、
強い。死と共にわしを支えてくれるか。ああ、まあ、師匠がそうしろって言うな。きついな。ちょっと待って、サスケさ、家康守ってくれ。分かってる、分かってる。焦るな、焦るな。かっこいいな。あとちょっと、あとちょっと、あーもう OK。 我ら半蔵殿に壊れ、家康殿をお守りすべく戦場した。かたじけない。礼を申す。やっとだな。やれっと強い。やばい。落ち武者を全員倒せばいいんだね。落ち武者を全員倒すのは無理かもしれません。マップに記載されていません。分かってるよ。ちょっと待ってくれ。ちょっと耐えててくれ。今落ち武者探すから、ちょっと待って。ここまでたどり着けば三河までは間もなく。殿、お下がりは。何？じゃ半蔵、悪い。助けてやってくれ。承知。まさか敵の援軍が来るとは思ってなかったよ。もはやこれまでということか。本当にこれまでになりそうだ。あー、マジかよ。落ち武者探してるからなんとかなってくれ。サイカマゴイチを倒すしかなさそうだな。勝利条件変更。悪く思うな、家康。信長の盟友も生かしちゃおけねえ。やはりな。信氏の群れにしては統制が取れていた。嫌だな、ここで戦うのか。財閣衆が化けてたってことか。まあ、あいつさえやっちゃえばいいんだよね。分かってるよ。苦難も耐えて忍ぶのみ。皆殿をお守りせよ。三河牛の一応を見せるのだ。なんで戦場をオロチョロしやがる。見た目で判断するんだ。天下無敵の傭兵が聞いて呆れるね。ちょっと待って、死んじゃう。信長のとこへ送ってやるよ、家康。地獄で茶でも立ててやがれ。終わり。避けながら頑張っていくしかねえな。これはきついぞ。半蔵頑張れよ。はい、一丁上がりっと。いくよ。分かってる、分かってます。分かってるんだって。されようとも粘るのだ。やばいやばい、強い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 。終わり？勝った？俺はどこまで中途半端なんだ。くそ。孫一は引いたか。
こちらも片付いた。急ぎ抜けると痛そう。待って待って、俺も帰る。ちょっと待って。師匠お疲れ。そんじゃ俺は行くよ。死にそうだったけど助かった。よかったよかった。なんとか勝った。危なかったな。落ち武者狩り難しかったよ。OK、総合評価。すべての敵は難しかったな。おっしゃー、いいぞ。レベル22になったね。レベル20のマンか。しようか。危なかったね。あ、終わった。よかった。じゃあ行こうか。アニメ、お、ナイキだ。お、真田の正幸はどこに。お、よし、全部溜まったぜ。真田正幸、いたいたいた。ご苦労だったな、雪村。本当にお前も姉上も無事でよかった。ありがとうございます。しかしまさか信長公が。武田は滅びた。織田だけが滅びぬ道理はあるまいよ。はい、織田はこのまま倒れると父上はお考えなのですか。ならば我らの寄る辺とすべきは。さてな。これからどうなってしまうのでしょう。わからぬ。ただ一つ確かなのは、我らもまたお家のため懸命に働かねばならぬということだ。はい、兄上。第七章変天。天下統一を目前に信長は本能寺の炎の中に倒れた。織田に心中し皆で生き延びる。その決断は一夜にして白紙に戻り、正幸は再び選択を強いられることとなった。大きく成長した息子たちを前にして正幸は己の出した答えを語る。不敵に笑う父の言葉は信行と雪村にとってまるで理解の及ばぬものであった。どうなんでしょうか。沼田を取り戻すぞ。はは、我ら兄弟も存分に働いてみせます。沼田に入ればいずれ北条とことを構えるは必要では。我らは上杉に。いや、それではまさか徳川につくのですか。真田は何者にも従わぬ。父上、
鍛冶屋って書いてますね。過言ではない。何が過言ではないんだ。はい。大きくなりました。雪村、かっこいいです。おお、雪村成長したなぁ。いやー、いいね、いいね。頑張ってね、雪村。すげえよ。雪村のステータス見たいな。あ、レベル6なんだ。へぇ。じゃあ、こっから育てていこうぜ。というわけで、今回はここまでで終わりたいと思います。続きはまた次回やっていこうかな。じゃあ、失礼します。お疲れ様でした。というわけで、今回はここまでだよ。今回の放送ですが、サスケは徳川の忍びだったのですね。真田に来たがってたし、ちょっと怖いです。やっぱりスパイだったか。しかも徳川の。今後のストーリーが心配になってくるよ。僕は誰でもウェルカム、スパイだったとしても、ウェルカム、もしかしたら、後々味方になるかもしれないし、サスケの、今後が気になるね。スパイでもウェルカムは、ちょっとダメだと思う。まあ、サスケの今後の動きを注視しましょう。そして、真田幸村が大きくなった。これからが本番だと思うが、とりあえず、ここまで実況できてよかった。あの小さかった雪村が成長した。感動したよ。これからは、存分に戦で活躍させてあげるぞ。では、今回はここまでで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、また会いましょう。じゃあねー。